イオン二次電池の異常発熱問題とは、リチウムイオン二次電池を利用中に異常発熱や発火に至る問題である。一般に他の二次電池に比べて、リチウムイオン二次電池はエネルギー密度が高いために本来的に危険性が高い二次電池である。エネルギー密度の高さから軽量化が図れるために、携帯機器に利用されることが多いが、こういった機器においては小型化や、 利便性のために重放電条件や衝撃保護などがスペックギリギリで運用されることも多い。さらに、リチウムイオン二次電池は水溶性電解液を使用するニッケルカドミウム蓄電池やニッケル水素蓄電池などと異なり有機溶媒を使用しているため高温で発火する危険性がある。このため多くの製品ではこれらを見越した上で多重の安全対策が 施されている。それでもなお、製造上の欠陥や取り扱いの悪さにより発熱、発火に至る事例が後を絶たない。本件が注目される契機となった事象として、2006年に相次いだ携帯電話向け及びノートパソコン向けのバッテリー不具合が挙げられる。この年には、デルやアップル、IBM、レノボ、東芝、ソニー、HP、富士通が発売した。 ノートパソコンに使われていたリチウムイオン二次電池の製造過程の問題により発火もしくは異常加熱の恐れがあるとして多数の製品がリコール対象となる事態があった公式に発表される前からノートパソコン発火についてはブログなどで記載され騒動となっていた中でも業界2位のソニーエナジーデバイス製電池の回収については回収対象が 約960万台という規模の大きさとソニーの知名度により話題となった。なお、規模については後に松下電池工業製の携帯電話向けリチウムイオン二次電池について累計4600万個という大規模な回収が発生している。SED 製バッテリーの発火事故の原因は SED 側の発表では 缶のロール成形工程で缶とジグの摩擦により発生したニッケルの微細な金属庫がセル内部に飛散したためとされる。通常、缶の底部に金属庫が残留した場合、その場所が底面半径の中ほどであれば電池の性能が出ないだけの単なる不良品となるが、今回はさらに電解液を注入した際、その金属庫が流動して絶縁部まで到達し、 ニッケルコが絶縁層を投下し、不極側で再結晶したため短絡が発生したものとされている。問題となったデルとアップルのノート PC では、日本のノート PC では採用していない急速充電システムを採用し、短時間充電ができるようになっている。SED は微小金属庫の混入と急速充電システムとの組み合わせにより稀に発熱。 発火が発生する場合があると主張し、蒸気2社以外の電池については、きちんとした、密る放電管理が行われていれば問題はなく、回収の必要はないとよぎった説明を行った。その後の2006年8月23日、ソニー製ノートピクバオが炎上する事故が発生した。この発火原因は不明だが、矢先の事故だけに、SED 製、リチウムイオン二次電池に対する、 消費者の不安、不信を増大することとなった。その後、9月29日付発表で、SED は消費者の不安払拭のため、該当電池の全数回収を決め、各、PC メーカーと回収方法の調整に入った。また、一部 PC メーカー東芝、富士通、日立ではすでに自主回収を始めている。さらに10月中旬、 シャープやソニー自身での回収が発表された。しかし SED はデルやアップルの特殊な充電回路と回収対象となった電池の組み合わせにより稀に問題が発生するという主張を再度行い従来からの問題発生に関する見解を変更してはいない。デルやアップルは SED 側の主張を真っ向から否定しており原因は リチウムイオン二次電池側にあるとしているが、2007年2月には、業界一位の産業電機が、SED 側と同じ主張を行い、リチウムイオン二次電池の回収を行っている。短時間充電を行うために採用された、パルス充電回路が、発熱発火の原因となった可能性があることが、指摘されている。また本記事の中では、 電池メーカー技術者とリチウムイオン二次電池の特性をよく理解しないこれらのコンピュータメーカーの技術者の間のコミュニケーション不足が今回の事故につながった可能性が大きいことが指摘されている。レノボがノートブック PC のバッテリーパックの安全性に関してという発表を行った後の9月16日、IBM、レノボ製シンクパッドがロサンゼルス国際空港で 発火事故を起こしたことで、蒸気の主張の他の潜在性も指摘されている。発火事故を起こした、シンクパッドの原因調査が長引いたことで、他社ユーザーの間にも不安が拡大した。さらに東芝など数社が、自社製バッテリーにおいても、同様の発火事例があったことを発表し、SED 製バッテリーとともに大規模なリコールを行っている。 レノボと SED は現在調査中であることを9月22日表明し、9月29日に自主回収を発表した。10月24日、SED は方針を改め、SED 製リチウムイオン二次電池セルを使う全メーカーベンダのバッテリーの自主回収を正式に発表した。交換対象となっているのは2003年8月から2006年2月までに、 製造された 2.4R と 2.6R の2種の SED 製リチウム4二次電池セルを用いたノート PC 用電池パックとアナウンスされている。デル、アップル、レノボを含めた回収と交換の対象個数は当初約960万個、費用は約510億円に上る見込みで2005年に行われた ソニー製 CCD 不具合問題におけるリコールに並ぶ大規模なものとなった。ただし、実際の回収、交換の対象数は590万弱に止まっている。ちなみに、ソニーの2007年3月期決算にて、512億円の電池回収費用を発表した。なお、米 CPSC によると、2001年以降に、 発生した38件のリチウムイオンバッテリーの異常加熱、発火事件のうち、ソニー、または SED 製バッテリーが関連した事例は9件、うち3件は実際に SED 製バッテリーが原因と特定されている。2007年になっても別の SED 製バッテリーを搭載した東芝製ノートパソコンでの発火事故が明らかになり、回収が発表されている。 寿命を迎え、劣化、膨張した、NEC 製携帯電話用リチウムイオン二次電池。左上は、新品のもの2006年8月、SED 製バッテリーの問題発覚と時期を、同じくして NTT ドコモの携帯電話に採用されている、電池パックが膨れて、ひどいものでは、電話機本体に装着できないほど変形するという。 報告も12機種の携帯電話で発生している。交換対象は数百万台から1000万台と膨大である。新聞報道では NTT は不具合ではなくアフターサービスによる交換対象と発表を行っている。これらの電池の大半は産洋電機及び産洋 GS ソフトエナジー製のものであり、充電電圧を 従来の 4.2V から4.3から 4.4V へと高くすることで高容量化を行っていたが、膨れの原因となるガスが発生しやすく従来の電池と比較して寿命が短い、また充電時に電池が高温になりやけどするなどのクレームがあった。NTT ドコモは今後充電電圧を 4.3V 以上とした電池を採用しないよう、 携帯電話メーカーに働きかけている。実際2006年11月に発売された 903i シリーズでは、一部の機種で充電電圧が4 2トに戻されているが、これにより9 0 2ーズの電池と比較してエネルギー密度は減少し、電池重量及び携帯電話本体の重量の増加につながっている。なお、同時期に KDDI では、 W42K においてソフトウェア制御不具合による電池パック不良報告を9000件以上も受けていたにもかかわらず年末商戦を挟み2007年3月までの5ヶ月間放置した対象機種は約65万台に上りその多くはソフトウェア修正で解消できるもののすでに電池パックが膨らんで使用不能となった場合のみ交換に応じると発表した なお、その後数度の回収対象を拡大していた矢先に、解約、機種変更後に時計として利用しているユーザーの事故が発生したことから、2011年になってから再度告知となり、ユーザー情報の確認ができない顧客からの申告を受け付ける形で全回収となっている。2006年12月8日、NTT ドコモは、三洋電気製バッテリーパックを使用する三菱、 電気製携帯電話端末の販売を中止し、すでに販売された130万台を回収すると発表した。新聞掲載の記事、図解によれば不極電極集団の同白部が製造装置の欠陥により折れ曲がり、充電による膨張、さらに電池パック外部から加わる衝撃、外力、変形等により、 絶縁膜のセパレーターを突き破り、電池外送管との間で短絡を起こし加熱、発火、場合により破裂に至ると説明されている。利用者のやけど、絨毯、衣類の焼損など2005年11月の発売から2006年5月までに11件の事故が報告され、2006年8月以降も18件の異常加熱、破裂の事故報告があった。 メーカーは不具合に気づき、2006年5月に問題の製造装置の回収と、電池内部を二重絶縁にする対策を講じたが、個別に要求のあった顧客の電池交換に応じたのみで問題の公表や回収を行わなかった。SED の PC バッテリー問題での異常発生率は1から午後2時程度と考えられるが、本事故の三菱電機。 山陽電気における異常発生率は午後20時を超える異常な効率のトラブル発生となった段階でようやく回収が行われることになった。しかし根本原因は2006年8月にあった異常膨張トラブルが原因の一つになっていると考えられる。っぱなし充電の過負荷による電池の膨れを担保していないことが問題と考えられるが2006年5月の 製造装置の回収以降、この異常な、膨れに対する、基本的な対策が講じられなかったため今回の、問題発生、拡大につながったと推定される。なお、発生率数値は、新聞発表分の事故報告件数による、計算値である。2006年5月と2006年8月のトラブルは、共に膨れによる同質のトラブルである。ちなみに、 風船のように膨れた電池パックの写真が掲載された。また、携帯を誤って、床の上などに落とすということはよくあることだが、本件の問題発生確認のシミュレーション時に、外部から加わる、衝撃、変形、応力を想定していなかったため回収の判断に至らなかったと発表を行っている。同12月9日では、本事故の発生、 報道に関わる山陽電機の縦割り組織の弊害も指摘されており、事業再編中でバッテリービジネスを中核事業に位置づける山陽電機 FA 機器が好調だが今期赤字が見込まれる三菱電機に大きなダメージを与え、損害の補填を山陽電機側に求めると発表した。このほか、NEC 東金が製造した電池を採用した。 ウィルコムの RJ30003S 及び WX220J 向け電池パックも回収となっている。ありがとうございます。